Circa 80 Millionen Leute aus Deutschland genießen unsere deutsche Süßigkeiten. Doch wie finden die Japaner deutsche Süßigkeiten? Ich lasse sie heute mal testen und bin gespannt auf das Ergebnis. Doch warte mal, eine Sache fehlt noch. Puh, schon viel besser. Jetzt erkennen die Leute, dass ich aus Deutschland bin. So ist ne. Pin-Mic-の感じで。怖い。 ピンマイクのドイツの食べ物の印象はどうですか。ドイツの食べやっぱビールとかがやっぱ有名なんで、味が濃いものが多いイメージがありますね。いや、ウィンナー以外ソーセージ以外あんま分かんないです。ソーセージ、ビール。ああ、自分もビールとソーセージ。分かんない。ソーセージ、味が濃い。 お菓子のイメージはありますか。なんかドイツ人ってお菓子食べるんですか。食べます。食べんねや。あんまり食べるイメージがないです。キンダーリーゲル。キンダーリーゲル。キンダーリーゲル。キンダーリージェル。ティンダー。マッチングアプリ。ティンダーじゃないです。ティンダー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 。オッケー。せーの。 うわ、うわ、なんだこれ。美味しい。甘い。甘い。うん。日本のチョコとあんま変わんない気がする。あ、ちょっと甘いね。甘いよね。ちょっと甘い。すごい甘すぎる？ちょっと甘すぎる。甘すぎる。でも美味しい。脳みそに直接響いてくる。甘さでぶん殴られた感じが。日本にはないね。日本にはない甘さ。日本にはない甘さ。この甘さ。 チョコレートが濃いですね。日本のよりが全然。甘いですか。甘すぎますか。いや、甘すぎ。日本の、ホワイトチョコレートぐらい甘い。日本のやつより僕好きかもしれないです。日本はなんか、そんな甘くないですよね。こっちの方が甘い。甘い。政府がストップしちゃう。こんなに甘いのダメだっつって。 これを1から10で評価すれば、どうしますか。10はトップで8。うん、8。7。僕でも7。9ですね。おお、わお。6。6。10。おお、正直でいいです。7。 Also viele leckere Sachen hier heute im Video. Was auch lecker wäre, ist, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, denn dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Wir machen weiter mit der nächsten Süßigkeit. Kinderschokolade mit Kindermilch drin. Schreibt mal rein, was ist euer Favorite deutsche Süßigkeit. Nicht zu viel Süßes essen, Leute. Esst euer Gemüse, ja. Das ist nur nicht zu Hause nachmachen, liebe Kinder. Kumpels. Knoppa. Knoppa ist wahr. Deutsch ist sehr beliebt in Deutschland. Aber... オッケー。うん、美味しい。日本では食べたことない味でした。大丈夫、全然美味しい。うん、美味しいけど、美味しい。甘い。うん、甘い甘い。うん、甘いんだけど食べやすいです。食べやすい。さっきと同じ味。硬いケーキみたいな。これは6ですね。7、7、8。これも6ですね。6。はい。あ、 僕は10。これ10。僕も10。わお。Knoppers kommt hier ziemlich gut an. Respekt. わ、風が。これはでも8かな。比較的食べやすい、食感があるんで。食べやすいなと思いました。もう7、8ぐらいです。Was ist eure Meinung zu deutschen Süßigkeiten? Alles klar. Power! Yeah. Good, bro. I'm the Terminator. Bist du Nippolis Muskelkanal heute jetzt, ne? Ja! There we go. Abonniert! Abonnieren, Leute! Maoam Blocks. Maoam. Mao. Maoam Blocks. Ah, Heizung-Mitteilung, ne? Hi. Seno. ハイチュウのフレーバーが強い感じ。あのフレーバー、日本の
こういうのってフレーバーがもうちょっとなりを仕留めるんですけど、結構オレンジですみたいな、どうもみたいな。これ一番美味しいです。あ、そうなんですね、はい、本当にハイチュウ食べてるみたいな同じ感覚です。日本でハイチュウみたいな、ハイチュウみたいな感じ、ハイチュウ、はい、食べたことある感じがする、スーパー、スーパー、いや、うん、うん、なんか何でも美味しい気がするな、ドイツのお菓子。レッカー、レッカー、食べたことある味っていうか、めちゃくちゃ僕は好きですね。一番好き。お、これ10、嬉しい。レッカー、これは8ですね。すごい美味しかったです。8.5、8.5、うん、いいですね。9、9、うん、わお、9、9、7、7、7、これ10、10、10、この10ですね。ハイチュウに勝てますか、それとも。勝てます。おお、ハイチュウの方がまだいいかな。Was geht ab, Leute? Alles gut? Wir sind heute in Jürgen Park Party machen mit diesen Leute und komm vorbei. Guten Tag, Germany. Bayern Munich, München, Gladbach. What's the other team there? Dortmund. And, Dortmund. We need more beers. We need more beers. Send some to Zimbabwe. Okay, じゃあドイツの特別のグミ。せーの。ボース。なんか何でも美味しい気がするな、ドイツのお菓子。一緒に食べる、せーの。僕も一緒にやりますね、じゃあ。マジで。Oh my god。わお。わお。ポーカーフェイスアムスタート。これはあんまり美味しくないです。あんまり美味しくない。ちょっと苦い感じ。でもこれ知ってる。あ、でも悪くはないかな。そんなにまずくはない。Okay, okay. Ein Geschmack, über den man nachdenken muss. 初めて食べる味。あ、はい。タイヤみたいな味する。タイヤみたいな感じ。これやばい。なんか好きな人いるんこれ。好きな人いるんこれ。ああ。あ、ゼロです。ゼロ。ゼロです。今まで食べたお菓子の中で一番まずいです。これはドイツの中では好かれてるんですか。好き嫌いって結構分かれてます。Ihr perversen, die Lakritz mögt. Ihr seid pervers. まだ残ってますね。うん。やっぱ一ですね。僕も好きじゃないです。一。5、5、5、5、すごい、ね、ゼロ、ゼロ、うん、ああ、イヒリベディヒ、グーテンモルゲン、グーテンモルゲン、グッモーニング。これは2点かな。-5、-5。ニステレカ、ダンクシェン、ダンクシェン。今食べたものでどんな感想ですか、ドイツのお菓子や日本のお菓子に比べたら。そうです、甘いものが多い印象ですね。最後のはちょっと別だけど。Er macht interessante Interviews. Check this out. I interviewed him a while ago. So yeah, you can watch our interview as well. I interviewed him as Japanese, half Japanese, half German. So Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich werde noch ein bisschen Lakritz reinstopfen.